ゴミの日5月3日なんですけど新年のせいから飛び越えて原宿にやってきました。なぜ原宿にやってきたん？今日はラファエルアンビーさんとピンクラベさんがコラボしてね、はい、ポップアップストアをラファエル原宿で開催してるっていうことなので、はい、そちらでメロチと姫ちゃんが一日店長をねしたいと思います。しかもさ今日さ一日店長っていうことだから接客してお渡ししてってするんだけどできる？できない。うわ、ちなみにこちらですね、アンビーさんとピンクラテさんのコラボのお洋服でございます。後ろはねこんな感じ。しかもさ足長効果に見えるようにちょっとこう広がっててさ、半チリ見えない竹パンだから可愛い、うん、今日はね親戚の皆様が朝早くからね来ていただいたりとかしてるからニッコニコの笑顔でちゃんと接客してね。はい、みんなに会えるのが楽しみだね。ズボン前後反対通ったみたいで、ちょっとね今それを直しに出てたります。その間にちょっとね店舗内をご紹介いたします。こちらですね、ピンクラテさんのアイテムでございます。ピンとかカバンとかボスとか売っております。そこに並んでるのが今回のコラボアイテムでございます。今メロテが着てるやつがこれですね。ショーパンはゼブラ柄もあります。これでも可愛いよ。もう可愛いし、でもねやっぱメロツといえばピンクなんで、メロツの一押しはこれかな。可愛くない？可愛い。てか何のお洋服にも合いそうな幅でございます。こんな感じでひめちゃんが戻ってきたら早速ね店長をね務めていこうと思います。
びっくりすぎて、唾飛んないけど大丈夫？驚愕すぎて。めちゃめちゃ嬉しくないですかこれ。
前回はちょっとあのマスク割りだったり、今回透明になっちゃって、恥ずかしいです。あんまり焼き付けないでください。やべ、ほうれい線のヒアルロンソープしてること。今までね、何の YouTube が一番楽しかったかを聞きたい。あーグッズ紹介グッズ紹介ただやっぱ24時間生活は結構箱っしょ。そうだよね、結構なんかガチでやりたいんで。あ、ねえ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 、カメラ回してない時もやってる。バイバイ。
ということで、じゃあ今日も終わります。ということで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしく。バイバーイ。ピンクミルクボトルになってます。めちゃくちゃ倍じゃないですかこれ。かわいい。めっちゃ可愛くない？美味しそう。5月5日までの限定商品に。だね。